回のタイトルは、リップル XRP 10億ドル市場制覇に向けデジタルユーロ開発を支援です。ぜひ最後までお付き合いください。リップル社は米国証券取引委員会 SEC と2年以上にわたって長く骨の折れる戦いを繰り広げてきましたが、同社が様々なブロックチェーン分野での取り組みを止めることはありません。リップル社はデジタルユーロ協会 DEA との提携によりホワイトペーパーを発行しました。このホワイトペーパーではプライバシーが重要な考慮事項となっている中央銀行デジタル通貨 CBDC の探求に向けた世界中の中央銀行の取り組みについて詳しく説明しています。 DEA のホワイトペーパーは CBDC とプライバシーのテーマについて複合的なアプローチを採用しています。また DEA はプライバシーの重要性とそれが中央銀行デジタル通貨 CBDC の採用使用および実装の成功にどのように影響するかについて説明しています。より良いプライバシーを確保するという目標はユーザーの信頼を構築するのに役立ち、 CBDC システムにおける政府の監視に対する恐怖を軽減します。リップル社の CBDC プロダクトマネジメント担当ディレクターのアンソニー・ラルフス氏はワーキンググループで専門知識と研究を共有する主要な貢献者の一人です。異なる中央銀行が独自に CBDC に取り組んでいるため、異なる角度からプライバシーの問題に対処しています。そこでリップル社と DEA は協力し、世界規模で CBDC のプライバシーに関する最低基準を設定することを決定しました。ブロックチェーンと暗号化方式の活用、 CBDC システムにおけるプライバシーに関する事項を解決するためにリップル社はブロックチェーン技術の利用を提案しました。この論文では CBDC とその上に構築されるブロックチェーン技術が実装される様々なユースケースでプライバシーを確保するためにセキュリティとアクセス管理の強化を提供することを探求しています。さらにリップル社は様々なユースケースと実装により CBDC が将来的にグローバルで国境を越えたデータフローを増加させることを説明しました。その他プライバシーを強化するために DEA は定期的な監査、より厳格なアクセス制御およびデータ侵害に対する厳格な懲戒体制に加えて強力な暗号化制御を推奨しています。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。